はい、皆さんこんにちは。では今回もね、キークエストの続きをやっていこうと思います。はルーレット回すぞ。は52回、まだ行ったことないところだけど、さあ今回でキークエスト何個こなせるかって感じなんですけど、まあね、デンジャラスフロアの時は何ら意味ないフロアなので全部カットしようと思いますけど、あーくそー、じゃあカットだ。さあ次は何階だ。はっ42階。まだキークエスト1個しかやっておりませんが、くー、はい着いたよ。さあなんだろう。お、木のドリームフロー来たー。よし、じゃあセーブしますね。よし、では行ってみましょうよっと。どういうとこだ。うん、木のドリームフロアに到着だぜこの野郎。うそ、ここって森の中すっげーリアルなんですけど。なんだかセントピーナッツバーグのモクノームの森にちょっと似てるな。お前ら、このフロアをクリアする条件を今から話してやるからよく聞けよ。このフロアは霧に覆われた森の中。というわけで、ワルボと鬼ごっこだこの野郎。鬼ごっこ？そりゃまたシンプルな。甘いな、お前ら。ワルボは最新のステルス機能で透明になってどこにでも姿を隠せる。これひどくない？なんですって。嘘だけどな。機械嘘つくのかよ。さあ、お前ら、このワルボを捕まえてみやがれ。へっ、望むところだぜ。お、ワルボを捕まえる。はい、やろう。緊張するな。こう鬼ごっこ系とか3分以内。はい、よし。ムーさん、こういう鬼ごっこ系とか結構苦手なんですよね。あ、そっか、チャリは相変わらず使えない。どこ逃げた。ワルボいないな。これ一体でさ、こんな広いところ逃げてるから結構大変ですよね、見つけるの。あ、あ、いた。あれ、どこ行った。さっきいたよね。あっち逃げてる。マップに出ないのも結構つらい。痛い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 。ちょ、あ、これつらいぞ。バレてる。これ難しい。同じところをぐるぐる行ってるだけになってる気がするけど。あ、そっか、あれも使えないのか、スタミナム。あれ、どこ行った、ワルボ。あれ、なんか見失った気がするのよ。あれ、どこだ。やばい、あと1分しかない。ん、どこだ。いないな。あ、見失ったかも。あ、びっくりした。ワルボかと思った。なんかヘビの置物やった。こっちか。え、いないな。ちょ、これ無理じゃない。難しいんだけど。
バルボ。あ、これダメだ。開いた。ちょ、お前。開いた。あ、間に合った。あ、危ない。おっと、捕まっちまったぜこの野郎。危なかった。あー、2秒前。危なー。はい、よかった。うーん、捕まっちまったぜ。あ、この超できる妖怪術師ウィスパーにかかれば楽勝ですよ、楽勝。ウィスパーは特に何もしてなかったにゃん。お黙りなさい、このジバ野郎が。とにかくこれで我々はクリアってことですよね。ち、仕方ねえな。昨日ドリームフロアクリア。やったじゃん。はあ、鬼ごっことかそういうのはやだな。かくれんぼ見つけるのはね、好きなんですけど、妖怪ウォッチ。鬼ごっことか自転車レースとかやだ。でもなんか出てきそうだな、自転車レース。はあ、お、あ、ミュージックカード一番いらないやつ。ベリーベリーソフト、なんかソフトクリーム食べたくなってきた。よし、じゃあ、次行こう。一回セーブします。さあ、次だ。次は何階に泊まるかな。これでようやく2つ終わったね。24階。キクエスあと5つもあるからね。辛いですわ。よいしょ。同じところ泊まったらすごいグダグダする。あ、火のドリームフロア来た。よし、あ、順調じゃない。ちょっと今回ね、順調ですよね。ちょっとセーブしよう。ほんじゃま、じゃあ行きますか。え、燃えてる。はい。あ、火のドリームフロアに到着だぜこの野郎。本気よ、火が燃えちゃってるずら。火事づら、火事づら、大変づら。ここはココゴゴッドファーザー様がそのお力で大火事を再現されたフロアだから、他のフロアにまで燃え広がる心配はねえけどな。ですが、ココゴゴッドファーザーどうしてこんなフロアを作ったんです。うなの知らねえよ。この人なんかイラッとするんですけど。さあお前ら、無駄話している時間はないぜ。前盛るスーパーマーケットから時間内に脱出すること、それがこのフロアのクリア条件だからな。かわいい駒さんと駒さんブルブルしてる。わわ、だったら急がなきゃ。みんな走れ走れ。プー。ああ、これ普通にバトル挑まれるの。ちょい待って、え、これ逃げられないかな。ちょっと待って。あ、逃げられる。逃げよう。お前らと戦っている時間などない。行くわ。みんなに逃げ出した。よし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 。あ、よかった、この時のためにね、身代わり人形をたくさん持っていたからね、ムーンさんは。どっちだ、こっち。あ、ちょ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 、こういってよしよし、逃げます。あ、逃げるしかない。ほっ、身代わり人形ってそういえば一回も使わなかったな、裏作業してる時も。貯めててよかった。よいしょ。まあ、車の下とかさ、なんかキラッとしたところとかにあるんですけどね、あの出てきたりとかするんですけど、そう、こういう時にね、普段使わないものが役に立つんですって。うー、こいつはもう逃げられるかな。ゴゴゴファミリーは戦いたくないですね。逃げろ。よし、ナイス。てて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 て。で今度はこっち。あ、あれ。あれ。あれ、自転車は乗れないもんな。どうやって行くんだこれ。え、カート押すとかそういうのじゃなかったもんね。あれ、うーん、え、飛べない。あれ、あ、ちょっと待って、やり直したよこれ。あ、これカート使わないといけないやつだ。
おっしゃ、じゃあやってこう。もうすっかりカート持つの忘れてたよ。安定の逃げる、逃げるでいこう。逃げる逃げる逃げる。よいしょ、ほんとバカだよね。逃げます。ゴリダルマ、静電気、肉焼き、あ、肉焼きも出てくるんだ。へー、まあ逃げますけど。よいしょ、こうして、ほっ、こういって、あ、お、追っかけてくんのかよ。くんくんなよ、もう最悪。もうせっかく逃げ切れたと思ったのに。よいしょ、はい。さて逃げ切れるかな。逃げろ。さあ、あそこは助走をつけていかないといけないですもんね。ほ、ここか。ほ、いけ、よっしゃ。こういって、あれ、あ、こういって、あ、いけるな、全然。よっしゃ、できた。余裕。ミスったけどね。ほほ、脱出に成功してまうとはなかなかやるな、お前ら。兄ちゃん、やったずらね。ずらずら。これで火のドリームフロアはクリアだ。お前ら、お疲れ様でした。グッジョブだ、太陽。いいカートさばきだったぜ。うん、ありがとう。終わったー。これで3つ目。あと4つか。まだ半分いってない。ミス。先は長いな。お、ロブスターゲットだ。もう1160って経験値超美味しかったんだな、これ。あー、イカ天、あ、超経験値玉欲しかったな。さあ、じゃあセーブ書いて次行こう。ワルボちょっと心配した、かわいい。ちょっと出れるところもいいね。次です。こっちが来た。11回。もうなんか適当に行ってもういいやってなってんだけど、なんかね、ルーレットだし自分で決めらんないしってところで、なんかナビとかいいやって感じなんですけど。お、あ、ラッキーフロアだ。やったやった。ここは嬉しいぞ。もうなびらないで行っちゃおう。あ、でもここだけか。豪気な腕はすごい。これなんかキャバ嬢とかがつけてそうなブレスレットですね。さあ次。22回。すー。さあ何フロアかな。チーン。あ、ここもラッキーフロアだ。やった。ラッキー足りてる？モンさんちなみに足りてないです。はあ、人生どうしたものかね。あとここか。オーロラバッジ。じゃあ行くか。よいしょ。5回。これかぶった場合どうなるんだろうね。よいしょ、はい。あー、デンジャラス勝つ。何回だ。あ、なんか変なとこやっちゃった。53。おお、変なとこ、なんかいつの間にボタン押してた。 A ボタン。くー。さあ53階ですけど、何フロアかな。せめてあと1個ぐらい今回のパートでやりたいぞ。あ、太陽のドリームフロア来たー。よし、セーブします。よし、じゃあドリームフロア来たので
やっていこうと思います。これ馬に乗る感じかな、ポニーに乗るのかな。太陽のドリームフロアに到着だぜこの野郎。門限お日様がカンカン出るぞら。で、で、で、この部屋暑すぎだに。あー確かにウサピオの服ってヘルメットもあるから暑そう。すごい蒸れそうだよね。このフロアではカンカン照りの太陽で干からびないよ。荒野にいるポニーちゃんを捕まえて時間内に脱出できたらクリアだぜ。で、で、まあ急いでポニーちゃんを見つけるだに。あ、アンジョーであります。ポニーちゃん行くよ。ポニーちゃん、いたたたゴーゴー、いたたた、めっちゃぶつかってるけど、ごめん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 、乱暴に扱うつもりはないのよ。あれちょっと待って、あれあれちょっと待って、あれえできないのかな。ちょっと待って、イカ降りて、あドリル、でもまあいいや、もう適当に適当に、オッケー。ポニーちゃん一回降りないとダメか。待ってこれいけるかな、時間内に。やばい、ポニーちゃんがいない、獲得してこないと。ポニーちゃん行くよ、よいしょ、あ、たたたたた、あ、あっちか、ほほ、あ、楽勝、全然いけんじゃん。おいおい、マジか、このフロアをクリアしちまうとは。危なかっただに、干からびて死ぬかと思っただに。何言ってんのサピアン、君すでに死んでるじゃん。あ、そうだタニ。太陽のドリームフロアクリア、お疲れ様でしたお前ら。あー終わった。今回ちょっとここで終わりにしようかなと思います。今回ようやく半分いきましたね。あ、1500、うまっうまっ、よいしょ。ちなみに妖怪ウォッチなんですけど、あのメインストーリークリアしたら実は最終回ということにさせていただこうと思います。はい、ここだけにあらかじめご了承くださいませ。さてじゃあ今回はここでおしまいにします。じゃあ次回は続きですね。まだ3つ残ってんだっけ、先長いね。まあ頑張っていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。